はい、おはようございます。相場解説に入ります。総価塾の久保です。今日8月12日朝5時9分の相場解説になりますけども、ちょっと昨日ね振り返ってみたいと思うんですよ。昨日はですね、エントリーポイントを110円の570というふうにして、朝私1時間以内にエントリーしますよっていうふうにお話したと思います。で、1時間以内にエントリーして、で夕方にね、やっぱりもうイグジットしたわけですよ。もう夕食も終わって、あとはね、大和くんとお風呂に入って寝るだけって形になりましたんで、18時に、イグジットして、その時の画像からお見せしたいと思いますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。じゃあまずね、そちらの画像です。こちらです。はい、スクリーンショットを撮ったのがイグジットしてちょっと経ってからね、6分ほどタイムラグがあるんですけども、だいたい20ピップスをテイクプロフィットしましたよってことなんですよ。今回緩やかな上昇だったんで、ちょっとロットを積んでですね、ロットは3ぐらいにしました。ロット3にするとだいたい20ピップスで6、7万になるんですよ。6万数千円って形ですよね。まあこれ取れたのはちょっとね、嬉しかったなっていうのは、緩やかに上がっていく、要するに小刻みな上昇じゃないですか。ご覧いただいてわかるように、ロウソク足が一本一本が短いですよね。だからこういう時ってリスクが少ないんですよ。で、少しずつ上がってるところなんで、利幅っていうのは一本で大きくは取れないんですけども、リスク少なく、下がっていく時っていうのはちょびっとですからね、上がっていくところはちょびっとなんですけども、ただ上昇トレンドの中で、入ってますんで、まあある程度ね、ロットを積んでも急激な変化っていうのはないっていうふうに高をくくってましたんで、これができたわけなんですよ。ロット3っていうね、普段の3倍だったんで、まあ6万数千円に1日で放置で取れたんだったらいいんじゃないかなと思います。決済したのが18時で、スクリーンショットが18時6分です。その時の画像をお見せしてるわけなんですけども、こういうふうに、ロウソク足の短い時はロットを増やしてい、くってこともあります。でね、ロウソク足が長い時って急激な下落とかに耐えられずに一気にロスカット食らっちゃうんで、そういう時はね、ロットはまあ普通通りっていうかね、抑え気味にした方がいいと思いますけどね。乱高下の時ってやっぱり基本的にロットは積めないですよね。1とか0.5 とか普段の 50% ぐらいじゃないですか。まあそういうことをお伝えしたくて今回これをお見せしました。ではまあね、私は儲けましたよっていうのはこのぐらいにしといて、次ですよね。これが本日今瞬間のデイリーです。ちょっとわかるように、このね、陽線と高さを同じくして、ヒゲを出して引き戻されているんですよね。ちょっと黒い線引きますけども。と同時にですね、ここ横一線、やっぱり反発してこれから下に向かうんじゃないかなっていうところが見え隠れしています。というところなんで、こういうふうに広がりつつある、なんか、レンジ、トライアングルの逆バージョンですよね。まあ、こういうふうに補助線行くとわかりやすいと思いますけども、通常トライアングルってこういうふうに収束していくじゃないですか。ディセンディングトライアングルにしても、アセンディングトライアングルにしても、収束していきますけども、今回その逆バージョンみたいなやつが来てるなと思ってるんですよ。まあ、ですんで、こういうふうに上下を、幅を大きくしながら広がっていくと。で、上の上底ですよね。上の底っていうのは、天井っていうのは一定のラインで、下のラインは広がっていく。っていう形に見えるかなってことです。これ、フォーメーションにはないんですけども、今、即席で作ったね、オリジナルフォーメーションですね、これがね。まあ、こういう風に進んでいくんではないかなと予測されますんで、今日エントリーを考えるんだったら、今度セルになりますね。じゃあ、4時間見ていきましょう。4時間は、ご覧のように、山を作って下落してるところですよね。ここにエリオット波動の片鱗が見えたりするわけなんですけども、エリオット波動そのものはありません。どういうことかっていうと、推進波がこういうふうにね、N でずっと来てたわけですよ。N で上がっていく、N で上がっていくっていうのがずっと来てて、で、こっから下落波動に変わる可能性があるよってことなんですよね。もちろん下落波動でそこそこ落ちたら、ぐーんとまた上に行くかもしれませんので、そこは注意深く見ていかないと思いますけども、こうやってここまで見てるだけでも、何パターンかのシナリオに絞られてくるってことです。それが非常に大事なんですよ。闇雲にするわけではなくてね。で、1時間なんですけども、1時間はご覧のようにこう階段みたいに上がっていくのがついに終わって、その終わる予兆が横一線になってきたでしょ。だから階段状にこうやって上がってきたチャートの動きがこういう風になってきたのがきっかけとなって、トレンド転換が起きる可能性が多いってことなんですよね。だからこれからは一定期間セルに向かうんじゃないかなっていう風に考えているってことなんですよ。それが今ここですよね。今度は下がっていったものが、あ、ちょっと待ってください。
下がっていったものが階段を作るように降りていくのかもしれないですね。わかりませんけどもね。ただ下がっていくことは下がっていくと思いますよ。もうここでダウ転換が起きていると私は今回仮説しております。というところですけども、いかがだったでしょうか。昨日利益が、取れてない方は、ちょっと考え方を改めた方がいいかなと。エントリーポイントまで私前々からずっと言ってましたからね。2つに挟んでエントリーポイントで、こっちを割ったらセル、こっちを割ったらバイっていうふうに申し上げていて、そして昨日は最終的に、バイの方に絞ってですね、私1時間以内にエントリーしますよっていうところまで言っての今日の結果ですからね。ですから夕方決済して、でよかったよかったで、めでたしめでたしなわけですよ。あとはね、ちょうど決済した後に価格が下がっていったでしょ。あの、私と同じように考えた、あの、強い投資家さんが同じところで決済してるってことなんですよ。これも現実ですよね。だから今、ちょっとね、決済が遅れた方はみんな含み損になってると思いますし、ロスカットを食らってるかもしれません。そういう方はちょっとレベルをね、もうワンランク上げた方がいいと思います。私、あの、勝利者の予測を昨日はしたんですよ。で、結果も出てるってことですよね。だからロットも増やせたってことを今日はお話してみました。それでは本日は以上です。今日はだからね、セルの方に私は触れていくと思いますね。もう完全にこれセルに入ったと思います。トレンド転換起きたと私は仮説します。以上です。